田中女性通信不動産大学賃貸不動産経営管理支部、今年受験して正解、賃貸不動産経営管理士の今後の可能性についてへーんということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、賃貸不動産経営管理士試験に合格するための知識についてアドバイスをするチャンネルでございます。ということでですね、メインチャンネルにですね、加えてですね、こちらのサブチャンネルの方でもですね、宅建講師の鳥海先生の方にですね、ちょっとご出演をしていただく形になっております。今回ですね、お話しさせていただくのは模試験まで1週間というところでですね、もう迫っているところで、受験生の方のモチベーションを上げていただきたいというところも含めて、この賃貸不動産経営管理士というですね、資格、今後ですね、どれぐらいの需要があるのか、人気資格になる可能性はあるのか、そのあたりもですね、まあ私は私なりの考えがあるんですけども、これをですね、もうすごくですね、歴の長いですね、宅建講師の先生はどう見ているのかというところも含めてですね、お話をさせていただきましたので、ぜひですね、今年の受験生の皆さん、ちょっと受験勉強のですね、少し休憩時間なんかにですね、ちょっと時間をいただいて見ていただけるとですね、モチベーションアップにつながると思います。ぜひですね、見ていただければと思います。この動画見ていただければですね、必ず今年受験してよかったっていうふうに思っていただけるんじゃないかなと思います。ということでですね、早速コラボ動画いってらっしゃいませ。ちょっといろいろ聞いちゃって申し訳ないんですけど、もう全然どんどん聞いていただいて、はい、大丈夫です、はい、すみませんね。賃貸不動産経営管理試験がもう来週に迫ってきてるんですけど、こう今後こう、はい、まあ近年な国家資格になって、まあ、結構受験者も増えてきてると思うんですけど、今後どういうふうになっていくっていうふうにこう先生としてはお考えでいらっしゃいますかね。分かりました。まずこの試験の受験者数っていうのは、はい、まあ、一番最初の方の、はい、まあ、4000人ぐらいから始まって、はいはい、まあ、今3万人ぐらいになったという感じでしょうか。はい、私がちょっとここ思うのは、あと、うん、まあ、このあと 2,3 年どれくらい受験者数が増加していくのかなっていうところが、正直言うと気になっているところです。はいはい、これはあくまでも予想ではありますけれども、はい、この賃貸不動産経営管理士って市場が先生大きいですよね。そうですね、はい、なんかこのいわゆる賃貸物件、うん、居住用ってものすごい数があるので、うん、そうですね。で基本的に宅建業者はほぼこの業務をやってますよね。そうなんですよ。で、そうですよね。そう考えますと、はい、うん、もう一つ国家資格で、うん、管理業務主任者ってあると思うんですけれども、あれはいわゆる分譲マンションの管理会社の場合、うん、はい、そうですね、もう管理業務主任者取ってくださいってなるわけですが、やっぱりそれ数が少ないので、うん、そうですね、絶対ニーズはあるんですけれども、うんうんうん、そもそもあの物件についての管理会社っていう数から考えると、うん、それはある程度パイはそんなに大きくないと思うんですね。はい、でも賃貸不動産経営管理士って対象としているものが大きいので、うんうん、そうですね、はい、まあ、そう考えますと、うん、このあと数年ぐらいの受験者数のこの数がですね、どう変化していくのかというところですよね。今のところそんなには大きく急に5万人になったとかにはなってないので、これ多分ね、私のこれは予想なんですけど、はい、今その業務管理者に当てはまるかどうかっていう定義になってるじゃないですか。でその業務管理者の中に今宅建士が入ってるじゃないですか、ギリギリ、はい、入ってます。そこがもう一番影響してると思う。あれ個人的にはもう多分賃貸不動産経営管理士が今あんまりいないから、まあ、経過措置的な形で宅建を突っ込んでるだけで、将来的にあれが外れるんじゃないかっていう情報がもっと来れば、一気にこう受験者増えるんじゃ、もっと増えるんじゃないかなと思うんですけど。あ、その先生のその可能性は あると思います、うん、あれで水を差しましたよね。そうですね、まあ、でもあれがなければもうもっと必要ですもんね。そうです、そうです、うん、で先生おっしゃるように、一応あれはあくまでも救済措置ですよ、うん、という、うん、今のところ感じがありますよね。そうですよね、はい、救済措置でやってるので、うん、一定数集まったら、うん、宅建の方は入れなくなると、はいはい、という、はい、まさにその流れになったとするならば、うん、はいはい、持ってないといけないということになるので、うん、人数が急に変わる可能性も出てくると思いますよね。もっと宅建レベルで重要になってくる可能性は全然ありえますよね。いや、私はそこは宅建に次ぐ人気資格になる可能性って言ったら、うん、私はやっぱりあると思っていまして、うん、はいはい、そのあると思う理由は、うん、やっぱり市場がでかいからだと思います、まあ、そうですよね、そうですよね。ですから、まあ、このあたりは、うん、なってみないと分かんないってところはね、正直あるんですけれども、うんうん、やっぱり一個こういうのを考えるにあたって市場って重要じゃないかなと。そうですね、小さな市場ですとやっぱり小さいので、
市場が大きいと、これはやはり化ける可能性はあるんじゃないかなって思いますね。はいはい、でどんどん多分試験難易度的には僕たちも上がっていく一方だと思ってるんで、もう早く受験した方がいいかなというふうには思ってますね。はい、これはある意味ちょっとわからない将来への投資、確率の高い宝くじじゃないかなっていうようなイメージで、私ならば、個人的私は確率の高い宝くじならば買っといた方がいいかなっていうふうに、必ず人数が増えて人気が出てきたらどん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 難易度上がってきますので、ただちょっとショックなのは、昨年の 31% なのに、まあ正確には 31.5% ぐらいですかね、合格点が40点っていうのは、はい、ってちょっと思いましたけど、はいはいはい、あれ結構やっぱり実務をやってる人にとっては優しい問題があるんですよね。発見よりも そこの差が色濃く出ますよね、やっぱり、はい、そういうふうにはすごい思いました。はい、いや私は見た時に、まあ、31% でおおと思って、40点で、これはじゃあもう上位にいらっしゃる方ね、かなりできる方が 30% もひしめいていたんだって思うと、ちょっとそこはおおと思うところありましたけどね。なんで今年は結構問題がどういうふうになってくるのかなっていうのはすごい注目してますね。そうですね。でまあこの国家資格になってほやほやで、いろんな意味でまだ成熟していないので、そうですね、はい、ちょっといろんな意味で読めないというか、そうですね、蓋開けてみたらみたいなことはもしかしたら数年続くのかもしれないですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかりといろいろ重要なお話をありがとうございます。